手の動きよりもこの吊り下げたものの動きが大きくなる点、これがいわゆる共振している点ですね。この周波数で入力したものはより大きな応答が得られる、1以上の値が出るというのがちょうどグラフの一番こう周波数オメガで1のところですね。で今もしこれやりすぎると輪ゴムが切れたりとかこういうトラブルが起きてしまうとは思うんですけども、でちょっと上よりもちょっと一度止めていただけますか。また静止状態に持っていって、で今度ちょっとグラフの、ね、上から行きたいと思うんですけども、かなり速い速度で手をプル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 っと動かしても実はあまり下のものは揺れないと思います。まあでも実際にはテレアルになると